ロック5チーム連続でですね、千葉県内のチームとなります。まずは船橋市からがむしゃらの皆さんです。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。船橋市で活動しているがむしゃらと申します。この風景ですが、真剣によさこいをやっております。そしてよさこいに人数やテクニックなど関係ないということを証明し続けていきたいのです。この私たちの熱い燃える思いの炎は決して CO2 を出しません。そしてこのコロナ禍でいろんな寂しい思い、辛い思いした皆さんの気持ちを笑い飛ばしていきたいと思います。声出せなければ元気出せ、気合い一発踏まれても踏まれてもそれでも戦い続けるあなたに